皆さんこんにちは。こんにちは。ビッグに行ったらさ、新しい商品を見つけたんだよ。へえ、どんなのがあったの？大容量サイズのスルメそうめんとサキイカなのだ。左のってスルメそうめんっていうのね。これは9月5日に新発売した商品なんだけど、注目してほしいのはここなのだ。うまみつまみ？まさかこれって察しがいいね。そうなのだ、隠れ特番なのだ。もう全部わびさいさいでいいじゃない。僕は今回初めて見たんだけど、調べてみたらサキイカだけについてたブランド名みたい。作ってるのは愛知県名古屋市の株式会社秋光、海産物のおつまみを作ってる会社さんだね。でも原産国名が中国になってたわよ。中国から原材料を直接輸入して日本で加工してるからだね。会社のホームページに載ってたのだ。今回紹介する2つ以外にも燻製あたりめやおつまみ昆布があるんだけど、全部秋光さんが作ってるんだって。内容量は 260g と 140g だけど、ちゃんと入ってるかな。 146g。 OK だね。サキイカはどうかな。271g。 中身は特に変わったところはないね。普通のサキイカ、イカそうめんってことね。今までのパターンだと見た目が同じでも味が違う場合が多いからね。今日は珍しくお酒じゃないのね。休館日だからね。まずはサキイカからいくね。いただきます。はい、どうぞ。あれ、普通のサキイカとなんか違うね。どういうこと？味が薄いのかな。サキイカって旨味調味料がかかってるから粉っぽいのあるじゃない。原材料を見ると使ってるんだけど、粉っぽさがないね。だから一口目が薄く感じるんだけど、噛むとしっかり味がするんだよ。他のサキイカとはちょっと違うね。だからずっと右手が固まって味に集中してるのね。よし、次はイカそうめんを食べてみるね。こっちはどうかしら。これも一口目の味は弱いね。でも噛むほど味がじわっと出てくるよ。イカそうめんは他の商品でもそんなものかしらね。ちなみに値段はサキイカ797円、イカそうめん497円だよ。思ったよりするわね。乾き物って高いからね。声優のプライベートブランドの皮付きサキイカは 58g 288円だよ。隠れトプバはかなり安いのね。じゃあ星評価を聞かせてもらえる？どちらも星5だね。これね、旨味調味料じゃなくてしっかりイカの味がするのがいいね。化学味がするのも好きなんだけど、塩気が強いじゃない。これは自然な味なのがいいね。普通のサキイカはちょっと甘かったり濃いのよねって視聴者兄貴や姉貴には、この特馬珍味はかなりおすすめしたい商品だね。イカそうめんはどうなの？こっちも自然な味だね。一口目はあれって思うかもしれないね。一度試してもらいたい商品だよ。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。